サポート付き貸し農園ならシェア畑。こんにちは、シェア畑リエットガーデン三鷹サイエンアドバイザーの高畑です。今日は納豆菌と乳酸菌を有効活用し、野菜を元気に病気予防をする方法をご紹介いたします。納豆菌や乳酸菌といった発酵菌は土壌の微生物に増殖効果があったり、葉っぱに発生するカビの病気を抑制したりします。病気を完全に撃退するということは難しいんですが、菌が増殖する結果、カビ菌が伸び伸びと増えずに抑止されてしまいます。今回は私が作っているマイエンザというものをご紹介して、夏の野菜の病気対策についてご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。このチャンネルでもよく乳酸菌や米ぬかについてご紹介していますが、この発酵菌というのは非常に優秀な菌で、土壌に住み着けば土作りに役立ち、冒頭でお話ししましたような病気対策にも役立ちます。スナップエンドウの栽培時期には米ぬかを散布する病気予防をご紹介したことがありますが、それほど菌の発酵というものには素晴らしいものがあります。今回ご紹介するのがこのマイエンザです。マイエンザというのを皆さんご存知でしょうか。これは本などでも紹介されたことがある自然農薬などにあたる自分で作る資材になります。中身をご紹介いたしますと、納豆菌、乳酸菌、またイースト菌も混ぜ込んでいます。作り方としてはイースト菌を 3cc、 それから納豆を1粒です。そしてヨーグルト大さじで1杯、それから水を 250cc ほど用意しておきます。ですのでちょうどこのペットボトルに入る量となります。まず水を入れておいて、その中にイースト菌、それからヨーグルト、納豆、それらを入れます。そして最後に糖分が必要ですので、三温糖ですとか植物由来のどちらかというと砂糖がいいかと思います。それを 15g ほど入れます。そして本来ですとそれを45度ぐらいで温めなければならないんですが、私の経験ではですね、夏であれば常温で十分に出来上がります。そしてこれ締めてしまいますとですね、発酵が始まるとこの中に圧力がかかって、開けようとするとですね、そこから吹き出しますので、これはあまりしっかり締めないで軽く抜ける程度にしておくということが大事です。これが実際に完成したものです。そうですね、だいたい1週間あれば十分に発酵します。ですのでその後水を、足していただいてですね、少しは余裕を持たせて、この程度9割くらい埋めればいいのではないかというふうに思います。匂いはやはりイースト菌の匂いがちょっと強いので、パンのような香りがします。室内で作ってもほとんど問題ないですね。これを定期的に少し緩めるとピシュッというような音がするんですけれども、その時周りに先ほど言ったパンのような香りが、イースト菌の香りがします。特に部屋全体が臭くなるというようなことはありません。最近ですと、愛媛 AI といった名前で、中身はほとんど変わらないとは思うんですが、そういった名前で、情報が出ていると思います。私が作っているマイエンザにはカスピ海ヨーグルトという、常温でも、ヨーグルトを作ることができる、菌を使っています。カスピ海ヨーグルトの菌がいいというのは、常温で、置いておけるということです。常温で十分に発酵が行われるという点で、一般的なヨーグルトのように40度を超える温度で温めないといけないといった面倒な部分がないので、私はカスピ海ヨーグルトを使っています。これが実際に完成したものになります。下の方に沈殿物がありますが、これが主にイースト菌と砂糖が一部残っているものがあるかと思います。
こちらの資材はシア畑では使っていませんが、私の個人が使っている畑で病気対策として使ってみましたところ、かなり抑止効果が現れましたので、使い方をご紹介していきましょう。それではまず効果があるものと効果が得られなかったというものがありますので、その点をご紹介いたします。効果が顕著に現れたのがうどんこ病に対してです。うどんこ病のように粉が発生する病気には非常に効果が期待できます。ですのでウリ科やナス科にも発生しますが、うどんこ病にぜひ使ってみてください。その他ベト病などには顕著な効果が見られませんでした。抑止されている可能性もありますが、葉脈そのものがもう侵されてしまっているので、その後の変化というものがよく分かりませんでした。ですので効果があったかどうかということは分かりませんでした。ということで土壌環境にも全く問題ありませんので、土作りの目的や微生物を増やす目的として使っていただきながら病気予防もいいかと思います。では実際に使ってみましょう。私は10倍に薄めて散布した結果、効果を確認することができました。それ以上の希釈倍率で効果が出るかはまだ実験していませんが、気になるという方は100倍以上に薄めて葉っぱや株元に巻いてみてください。ということで葉っぱ全体にかけてもいいですし、土壌に染み込ませてもいいです。ある程度大雑把にかけられるのも微生物資材のメリットです。それでは実際に希釈からやってみます。まずはこの加圧式の霧吹きを使うと便利だと思います。この中には 500ml の水が入っています。それに対して10倍希釈ですから、まあ、50cc ほど入れてみます。これは30cc なんですけれども、まずこれに目いっぱい入れてですね、上澄み液を入れてください。はい、これでちょうど50です。あとは攪拌して散布するだけです。攪拌してですね、はい、そしてこれに加圧をしておきます。かけてみましょう。ではかけてみます。この株は症状が出てませんので病気予防ということになります。まんべんなく葉の裏にもかけます。作ったものは残してしまうと品質が落ちてしまいますので使い切るようにしましょう。どうしてももうかけても残ってしまうような場合は根元に水やりのように撒いたらいいかと思います。先ほどお伝えしましたように土作りに役立ちますので無駄にはなりません。このように散布してみてください。ということで今回は以上です。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは。